まずは今日の試合でリーグ戦200試合出場達成ということでおめでとうございます。ありがとうございます。何か感想を。でもあっという間だったというか、気づいたら200試合だったので、自分ではびっくりしてます。まあ、その200試合という中で、まあ、ここで玉陸でやったことも何試合もあると思いますし、はい、まあ、今日の相手のアイナクの中にも、何試合もずっと戦ってきた選手がいる中での今日の試合だったんですけど、はいはい、その辺はいかがですか。そうですね、相手の選手たちも豪華な試合で200試合を迎えることができて、まあ、でも何より本当に勝ってこの試合を終えれたっていうのはとても嬉しく思いますし、仲間に感謝したいなと思ってます。まあ、残りもう2試合になりました。まだ優勝の可能性もね、まだ残されてるんですけれども、残り2試合にかける意気込みというか。はい、まあ、もう他力っていうところにはなりますけれども、自分たちが2試合勝つことによって、上位にプレッシャー与えられるのかなと思うので、2試合を絶対に勝ち切るっていうことを目標に頑張りたいなと思います。ちなみに200試合出場達成ということで、はい、記念の、グッズも、はい、今日から発売するということで、はい、ことで、はい、フォトフレームの方を作ってくれるそうなので、ぜひ皆さん予約ですか。予約、ぜひ皆さん予約をしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。